はい、こんにちは。スタジオ系のモテキです。今日はですね、バタフライで体重移動とキック、これを両方一緒に同時に練習するドリルの方法、これをご紹介していきたいと思います。え僕、バタフライのキックの時にビート板を持ってキックするのってあんまり進めてなくてですね、バタフライでビート板キックの練習いっぱいしちゃうと、 この前側にこの浮力があって、この浮力にこう、よっかかるような感じでキックする感じになって、股関節がうまく使えなかったり、腰が反りっぱなしでキックするようなキックになっちゃって、実際にバタフラー泳ぐとき、特に潜って第二キックで下に蹴り出したいときに、 腰が反ったまま、股関節が伸びたままキックしちゃって、下に蹴り込めないっていうことが起こったりするので、僕はバタフライの練習でビート板キックそこまでいっぱいしなくていいと思ってるんですよ。むしろ今から紹介するこのキックの練習をいっぱいしてもらえるといいかなと思います。えということでですね、早速水中映像を交えながら、こんなキックの練習をするといいっていうのを紹介していきたいと思います。はい、今スタートしましたね。で、こんな感じで潜って浮いてくるまで待つ。で、また、ここでちょっとスローになるんですが、 溝落ちあたり、胸のあたりから体を2つ折りにしていきます。で、このタイミングの時にトーンと一発キックをしてあげると水の中に潜っていきます。で、このまま何もしないで、えー、ただ伸びていて体が浮いてくるまで待つと。と、はい。今これちょっと足、左右の足開いちゃってるのであんま良くないですね。本当は左右の足くっつけて、えー、浮いてくるまで待てるといい,い,いかなと思います。 で猫背にしていってその後ポーンとキックをしていきますこれがバタフライの体重移動とあと第一キックをしっかり打ち込むこの練習になっていきますでまた力を抜いてスーッと体が浮いてくるまで待っていきますでこの辺でちょうど1 2 5ル真ん中になりますねで真ん中までこれで潜って浮いてくるまでやったら真ん中からはバタフライで泳いでいきます ここで今やったドリルが出てきますこの潜るときですねでここから水の中で伸びながら第二キック入れながら手を変えていきますここから胸のあたり胸椎からぐんと潜っていきますで、ここで通常スピードになりますねはいあんな感じになります 今の練習を2 5メートル1 2 5メートルまでぐんと潜って浮いてくるまでまた待ってぐんと潜って浮いてくるまで待ってってやったら残りの1 2 5メートルは潜ったら浮いてくるタイミングで手をかくまた潜って浮いてくるタイミングで手をかくこういう風にやっていってあげるとですね体重移動でしっかりこ水落ちから上のパーツ腕の重さと頭の重さあとは胸の重さこの辺をぐんと前に乗せてそこでキックしていく。 これができるようになると体重移動でしっかり進めるようになりますし、あと潜って浮いてくるタイミングで手をかくと手がふわっと水の上に出ます。これが潜ってないのに浮こうとすると体が持ち上がらないんですよ。持ち上がらない状態で手を回すと手が水の上をザーッと引きずって手がすごく重くなったりします。潜ってこの体の浮力が下に落ちてこの浮力でぐーんって上がってきてだんだん勢いがついていくタイミング。 そのタイミングで手をかいてあげるとバタフライは軽く水の上にポーンとほんと蝶々みたいな感じで上にふわっと飛び上がっていけるようになりますこの感覚を練習する上でこうビート板とか持ってどん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 ってバタフライのキックしちゃうと潜って浮いてくるタイミングを体で感じるっていうことができなくなっちゃうんですよねとにかくこうキックいっぱいして前に進もうっていう意識が強いとですねしっかり体重移動とあとは潜って体の浮力がだんだんこう 増してきて水面に向かってこう勢いがついていくみたいなそういうこう体の感覚っていうのは鍛えられないのでどうしてもビートバンキックするとですね早く進みたくなっちゃうと思うんですよそうすると連続でキックしちゃってその体が浮いてくるタイミングとかそういうものがよくわからなくなりがちなのでま僕がドリルを紹介するとき毎回口を酸っぱくして言ってるんですがドリルの練習の時には早く泳ごうと思わないでくださいむしろゆっくりでいいです 早く泳ごうと思っちゃうと、キックの数が増えてきて、で、こう体が潜って浮いてくるこの浮力のこう感覚とか、そういうドリルの練習で本当はこう一番獲得したい感覚の部分っていうのが獲得できなくなっちゃうんですよ。なので、ドリルの練習の時には早く泳ごうと思わずに、ゆっくり丁寧にやる。これが非常に大事になってきます。 なので、自分のペースでしっかり練習できるタイミング。スクールの中とかだとどうしても、後ろの人がつい、後ろの人に追いつかれちゃうとか、あの、コーチがタイム取ってたりとかして、ゆっくり自分のペースでできないと思うので、ウォーミングアップの時とかもそうですし、クールダウンの時とか、もしくは完全にそういうのなしで、自分一人で行って、自分のペースで練習できる時そういう時にドリルの練習っていうのはやってもらえると、しっかりドリルの時に、こう、感覚が身につくようになってきます。水泳って力任せで、こう、泳いでも、まあ、ある程度早くは泳げる。 んですけどそこからもっと早く泳ぎたいとかになってきた時ってやっぱりこの感覚が一番ものを言うスポーツだと思うんですよだから日本人選手が、えー、海外の選手と比べて体が小さくて筋肉量もなくても海外の選手よりも早く泳げたりとかするっていうのはその感覚的な部分での研ぎ澄ましていく。 練習というか、そういうのをしっかりやってるとか、タイミングの取り方が上手かったりするからこそ、自分より体が大きくて筋肉もいっぱいある選手よりもタイムが速いっていうことが起こるので、この感覚の部分の練習をおろそかにしてはいけないと思ってるんですよ。なので、とにかくドリルはゆっくり丁寧に自分の感覚を磨くように練習する。 これが一番大事かななと思います。なのでこののバタフライの練習ももしっっかりやっててらうとよくてですねで、この練習をやる前に、プールサイドとかでですね、こう手を上げたところから、溝打ち辺りに手を置いて、ここからぐっと二つ折りにしよう、ここから折ろうっていう練習を何度かして、この胸椎っていうんですけど、この胸の辺りですかね、この辺から体を二つ折りにするっていう、ここのこう動きをある程度作ってから今のドリルをすると非常にいいです。 ほとんどの人がここが動かなくてこう首とかあと手でこういうふうにやっちゃうんですよ。これだけだとどうしても胴体の重さが乗っていかなくて頭の重さだけとか手の重さだけが前に乗っちゃってこの胴体がうまく使えない状態になっちゃうのでここをしっかり動かすこの水落ちから動かすこういう練習をしてもらえるといいと思います。 で概要欄にこの胸椎の進展と屈曲っていう動きここをしっかり出すための練習法これを紹介した動画を概要欄に貼っておくのでそれを見ながら練習してもらうとより胸椎がしっかり使えるようになってバタフライの時体重が乗るようになるのと胸あたりが動くパワーこのパワーを手に伝えたり足に伝えたりすることでより 腕で描くとか足で蹴るだけじゃなくて体全身を一つの本当にもう魚みたいな感じで連動させてポーンとこう気持ちよく泳げるようになっていきます。 なので今のことを意識しながらバタフライのドリルをやってもらえるといいかなと思うのでもっとバタフライを楽に泳ぎたいとかタイムを早く泳ぎたいっていう人なんかはこの動画を参考にして練習してもらえるといいかなと思いますはい、今回も最後までご覧いただきありがとうございましたこんな感じでですねいろいろな水泳の動画だとか水泳にまつわることあと体幹トレーニング体極拳、いろいろなことを投稿していこうかなと思いますのでもしよろしければチャンネル登録や高評価この辺いただけると非常に嬉しいですでは今回は以上になります